くなったの？いつ？あの昨日なんですけど、うん、昨日発火して、うん、あの相手の手からこう相手がこう振った手がなんか自分の手を振られて、うん、で小指なんですけど小指を痛めたんですよ。うん、でちょっと今日病院朝行ってレントゲンとか一応取ったんですけど骨には異常ないって一応言われたんですけど、ね。うん。腫れ等が入ってるんですよ。どうなったの？まっすぐついたそれともこれねじれた？どうだった？こうだったんですよ。ああ。そしたら打撲それ。打撲やか捻挫やろか。ですか。ねじったやろ。それともついてるまっすぐはついてないよね。どこが痛い？打撲はちゃんと。こっち側？はい。動く。こんなやつ今回ですね。伸びて伸びるのは。伸びるのも反対と比べて伸びてない、ね、かなり腫れとるよ。どこが痛い？伸ばしたらここの辺が痛い、うん、曲げるのはどこ？ここの辺が痛い、うん、やったこれは分かりやすい。めちゃくちゃ痛いな、ほら。どうもあった。そうでもあった。どうでもあった。あ、ですね。うん。グッとつく。痛い。ちょっとどこ痛い？ここ。よし。曲げて。これだけもっと曲げて。ブチっていきそうな感じ、多分いかんと思うんですけど、なんか腫れしそうなんやろ。はい、うん、腫れとる、腫れですか。うん、腫れの圧力みたいな、腫れを取ってあげると取れればいいけどね。あ、うん、そうじゃなくて、そのギブスはまだいる？いや、いません。向きにいて、上向けてにいて、うん、グッパグッパ、うん、そんだけ動くようならよかろう、昨日の今日で。はい、うん、すいません。よかったね。曲げるのはどこ？うん、そんだけ動くようならよかろう。